こちらの動画では大学入学後の学校生活などについてご説明します。本学で取得できる資格は教員免許と学芸員資格です。学芸員とは博物館や美術館での資料の収集、保管、展示および調査研究、その他これと関連する事業を行う博物館法に定められた専門的職員のことです。教員免許や学芸員資格を取得しただけで教員や学芸員として就職できるというわけではありませんが、自分が将来やりたいことの選択肢を広げる役に立つことは事実です。こうした資格を取得するためには様々な講義を履修する必要がありますので、履修方法や手続きなどに間違いがないよう事前にしっかりと調べるようにしましょう。本学では学部・大学院それぞれに交換留学制度を設け、世界各国の大学と交換留学・交流協定を結んています。毎年学部生から大学院修士・博士後期課程まで専攻を通過した学生が交換留学生として協定校へ派遣されます。また協定校からの学生を本学に受け入れており、留学生との交流は各学部・研究科の活性化に大いに貢献しています。美術学部・大学院美術研究科では毎年学部から博士課程まで合わせて約10名の学生が3ヶ月から4ヶ月間交換留学生としてそれぞれの交流提携校に行き学ぶことができます。他にも海外から著名な美術家を招いてのワークショップや公開レクチャーなどを行っています。音楽学部・音楽研究科においても同様です。短期の留学ではありますが、学生にとって海外での生活は豊かで幅広い音楽経験を積むというだけでなく、国際的な感覚を身につけるまたとない貴重な機会となっています。また毎年5回程度海外から著名な音楽家や交流大学からの教員等を招いて特別講座、ワークショップや公開レッスンを行っています。本学には現在12の体育会系クラブと12の文化系クラブがあります。常磐津節や古典派音楽に取り組むなど趣味を同じくする学生同士が楽しく活動しているクラブや研究会がある一方で、練習試合や遠征活動を本格的に行うクラブもあったりと活動内容は様々です。こうしたクラブ活動を通して学部や専攻を超えたつながりを築くことができます。次に五芸祭です。五芸とは愛知県立芸術大学、沖縄県立芸術大学、金沢美術工芸大学、京都市立芸術大学、東京芸術大学の5つの国公立芸術系大学のことを言います。五芸祭は本学と金沢美術工芸大学のスポーツクラブの交流から始まったイベントで、スポーツだけでなくブラスバンドやオーケストラの演奏会、展覧会や演劇などが開催される芸大ならではの総合イベントになっています。五芸大の学生たちと様々なイベントを通して交流することができますので、全国に交友関係が広がる絶好のチャンスです。実施会場は各大学の輪番制をとっています。2024年度は金沢美術工芸大学で開催されました。次に本学の学園祭芸大祭をご紹介します。毎年11月上旬の3日間芸大祭を開催しています。美術・音楽両学部の学生が企画を練り、仮装行列や展示会、ミュージカル、模擬展、ダンスパーティーなどのほか、その年ごとの催しも加えて行われます。芸大祭のイベントの中で一番人気なのは芸大ミュージカルグループの公演です。この公演は毎年立ち見が出るほどの注目のイベントです。芸大ミュージカルグループの部員数は約25名で、美術学部の学生が約9割を占めていますが、両学部のいい交流の場となっています。さて本学の基本理念の一つに、地域社会と連携しつつ文化首都京都の特質を生かした国際的な芸術文化の交流拠点となることがあります。140年を超える歴史を重ね、
これまで蓄積してきた芸術的資源を社会へ発信、還元するとともに、芸術や文化のさらなる発展のために、企業や地域団体、教育機関との学外連携事業に取り組んでいます。では、学外連携の例を2つご紹介します。まず1つ目は、京都大学との連携事業をご紹介します。クロックタワーコンサートは、大学間交流事業の一環として平成17年度から始まったコンサートで、京都大学にある100周年記念ホールにおいて実施しています。次に、京都駅ビル開発株式会社との連携においては、京都駅ビル東広場の活性化のために美術学部の学生による作品展やマルシェを実施しています。また京都駅ビル東広場北ピロティに設置している駅ピアノを活用した本学部音楽学部の学生や卒業生による定期コンサート、駅ピアノマンスリーコンサート in 京都駅ビルなど、さまざまな取り組みを行っています。次に、授業料や減免制度などについてご説明します。本学の入学料は、京都市内出身者は28万2000円、市外出身者は48万2000円となっています。京都市内出身者かどうかは、入学前年の4月1日以前から引き続き京都市内に住んでいることを住民票により証明する必要があります。授業料については、年間で53万5800円です。4年間で214万3200円となり、他の国公立大学もほぼ同額です。授業料は入学後に支払うこととなりますが、前期と後期に分けて納入することができます。令和2年度から開始された国の高等教育の就学支援新制度の給付型奨学金の対象者は、授業料と入学金の減免を受けることができます。高等教育の就学支援新制度とは、経済的な理由で学び続けることを諦めずに済むよう、授業料等の減免と給付型奨学金により、意欲のある方の学びを支えるための制度です。この制度は原則として、国の定める基準に該当する学部生が対象となります。例えば区分1に該当する方は、授業料は全額免除され、入学料は上限額の28万2000円分を減免されますので、京都市外出身者の方は20万円となります。またこの場合、京都市内出身者の方は入学料が0円になります。なお、入学料の減免は入学後に手続きを行うので、入学手続き時には一旦お支払いいただき、後日還付する制度となっています。本学独自の減免制度では、入学料の減免はありませんが、授業料の減免があります。本学の授業料減免制度は、奨学金を受給するなどのさまざまな努力をしても、経済的な理由により授業料の納付が困難である学生に対して審査を行い、基準に適合した場合は授業料を一定の割合で減額するものです。これは高等教育の就学支援新制度の対象外となった学部生や、大学院修士課程、博士後期課程の学生が対象となります。減免の適用率は5割または3割となっており、前期後期それぞれの授業料について審査を行います。予算に余裕がある場合は、5割とされた方のうち成績優秀者を全額、または7割の減免率に引き上げることがあります。このように学生の家計の変化にも対応できるよう、減免制度を整備していますので、進学先を考える際の参考としていただければと思います。次に、日本学生支援機構の奨学金をご紹介します。こちらは原則として返還義務のない給付型のものと貸与型の2種類があります。また貸与型には無利息の第1種と利息がつく第2種がありますが、卒業後に必ず返還する必要があることに注意してください。申し込み方法は、高校を通じて申し込む予約採用と、大学入学後に申し込む在学採用がありますが、予約採用をお勧めします。というのも、予約採用なら早ければ4月から振り込みが始まりますが、在学採用の振り込みが始まるのは早くても7月以降で、4月以降の分が遡って振り込まれるからです。予約採用は後から辞退することもできます。
予約採用の募集時期や申し込み方法などは高校にお尋ねください。以上で本学の紹介を終わります。ご視聴いただきありがとうございました。